エーハイム本社エーハイムはドイツの干渉魚用器具メーカーブランドである。主に干渉魚の水槽システムにおけるフィルターの製造、販売を行う。外部式フィルターでは大きなシェアを持ち、各種水槽サイズに対応した多くのラインナップを持つ。商品カラーはグリーンとグレーを基調としたものが多い。主な生産拠点は自社工場を持つドイツ及び中国である。 メーカー内製化率が高く、同時にドイツでの生産にも他社よりこだわってきたが、中国工場の竣工後は一部の製品パッケージの底面にあるごく小さくステッカーにメイドイン PRC と記載されるようになった。メイドインジャーマニーと特に記載されていない製品は中国製である。1949年。 それまでガングメーカーで技術者をしていたギュンター・エーハイムによって模型メーカーとして創業した。1950年代にはエーハイムが開発したトロリーバスの模型が主力商品であった。1962年に永久磁石を利用した特殊なポンプを開発、干渉魚業界での密閉式外部フィルターの商品化に成功する。模型部門は1971年に ブラバに売却された。1974年には、コンタクトエアー社を設立し、航空事業に参入した。現在は、ルフトハンザドイツ航空、スイスインターナショナルエアラインズと、業務提携し、シュトットガルト空港、中ヒ空港を拠点に、主に中央ヨーロッパ各国へ、定期便を持つ。日本においては、当初、ワーナー・ランバートで販売を行っていたが、 ワーナー・ランバートがファイザーに吸収合併されたのを機会に2002年にエイハイムジャパン株式会社を設立し商品展開とサポート体制の強化がされた。2016年より上畑用魚が日本総代理店となり販売を開始している。主に干渉魚用の器具や周辺パーツを生産している。ありがとうございます。